Looking around at a world upside down. Locked up inside, I'm going crazy. So figure it out. I wanna stand on solid ground. I need that in black and white. Don't tell me maybe. Because oh, we're not just friends. Can't kick us down the road. Self-control. Now my heart starts jumping. Wanna know how you taste. And I can't fight the fear coming in like the waves. And no, I can't hit nothing when I stay in place. Got it found out. こんにちは、パッソの小野です。先日沖縄県の公立高校の合格発表がありました。我が家は直接は関係ないんですけれども、息子の1歳下の子たちになるので、赤ちゃんの時からね知ってる子たちも多くて、やっぱり我がことのように気になっていました。そして無事全員志望校に合格っていうことを聞きましたので、皆さん本当におめでとうございます。西表島には高校がないので、島を出親元を離れての寮生活が始まるわけですが、昨年この YouTube で入学にかかる経費の動画をアップさせていただいたところ、たくさんのお母さんたちが参考にしてくれたようです。中には何度も見てくれた方もいるようで、少しでも情報が役立っていれば嬉しいです。そこで僕の息子も高校に入って1年になりますけども、今日はこの1年間にかかったお金の話をざっくりとしたいと思います。うちの息子は沖縄本島にある高校に通っていて、県営の寮に入っています。ここは沖縄県内にあるたくさんの離島から子どもたちが集まってきていて、各市町村単位で入れる人数が振り分けられています。とにかく倍率が高くて入れない子も多いです。抽選方法っていうのは純粋なくじ引きなので、まさに運次第です。この寮は県営だけにやはり寮費も安いんですけども、他にも民間の寮はありますが、月で2、3万は変わってくるようです。そしてここの寮費ですが、まずは寮費と食費に分かれています。まず寮費が19,000円。そして食費は土日も含め朝晩2食付きで18,300円です。合計すると月37,800円。これに昼食代1日500円としても15,000円。実際息子は野球部で毎日朝練があって、寮の朝食を食べれないので、朝食代も別に1日500円、月15,000円ですね。その他シャンプーや洗濯洗剤などの生活必需品に月1,000円、お小遣い月5,000円、その他プロテイン代っていうのを息子に請求されてて、こちらが月4,000円。これだけで合計、月77,800円、ね、12ヶ月だと933,600円になります。ざっくり100万円はかかってます。我が家はお小遣いも500円ですし、食事も1回500円で計算しているので、正直少ないのは分かっています。部活の帰りにコンビニにも行くでしょうし、ジュースも買うだろうけど、それでも年間100万はかかります。まあ足りない分は息子がお年玉とかでね、なんとかやりくりしていると思います。その他野球部の練習着とかスパイクなどの買い替え、日常の服とか靴などちょこちょこレシートが LINE で送られてきます。西表島は竹富町という自治体なのですが、竹富町には高校がないので補助金が出ます。その額が年間24万円、あくまで寮費分の補助ということだそうで、その分15歳までもらえてた児童手当はもうもらえません。民間の寮に入っている子はこれよりもさらに年間30〜40万高くなると思います。石垣の高校に行った場合は、部活をしていると大会のたびに沖縄本島に行くので、遠征費っていうのはかなりかかると聞いています。その点本島の高校は保護者が試合会場まで車で送迎してくれるので、非常に助かっています。
息子がね、お世話になっている野球部保護者の皆さん、もし見ていたらいつもお世話になっております。ありがとうございます。あと、うちの息子の携帯電話は、au 沖縄さんが無償で提供してくださっているので、その点も非常に助かっています。こんな感じでざっくりではありますが、まあ補助金を差し引いたとしても年間100万ぐらいはかかると思っていてください。内地の高校生がどれぐらいかかるのかわかりませんが、離島のお父さん、お母さん、一緒に頑張りましょう。大学に行くともっとお金がかかります。僕の友人は、双子がこの春、沖縄本島の高校に入学します。ほんと大変だと思います。まだ子供が小さいお父さんお母さん、今の間にしっかりお金貯めておいてください。島の先輩お父さんお母さんたちで子供を何人も大学に通わせたという方もいますが、本当に尊敬します。すごいです。では今日はね、高校生活でかかるお金の話をざっくりさせていただきました。少しでもお役に立てればと思います。もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。Because we're not just friends. Can't kick us down the road. Ooh, lock it in. Where's my self-control? Now my heart starts jumping. Wanna know how you taste. And I can't fight the fear coming in like the waves. And no, I can't get nothing when I stay in place. You got it found out. My symphony.